はい、こんにちは、おときです。今日は eBay のビジネスポリシーについてお伝えしていきたいと思います。で、このビジネスポリシーって何かというと、出品の際に必要な、送料の設定、あとは、支払い、それから返品、この3つのルールっていうのを事前に決めておくっていうことになります。で、特に eBay 始める前とか、まだ出品がしたことないっていう方に関しては、この送料の設定というのが一番大変な部分だったりするんですけど、今日はですね、このビジネスポリシー、少しちょっとその送料の部分でボリュームが出てしまうので、2回か3回に分けて動画を作っていこうと思ってます。で、まず最初ですね、この送料ではなくて、返品のポリシーと、あとは支払いのポリシー、この2つについてお伝えしていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。で、YouTube の下の方にこのビジネスポリシーに関するリンクっていうのを貼っておきますので、そこをクリックしていただくと、まだビジネスポリシー作ってない方は、このですね、いった画面が出てきます。で、ここのトライナウっていうところを押していただくと、このような画面に切り替わります。はい、このような画面になりましたら、ここからポリシーっていうのを作成していくことになります。で、まず、支払いのこのペイメントポリシーですね、ここから作っていきましょう。で、このペイメントっていうところをクリックします。で、そうするとですね、このポリシーネームっていうところがありますので、ここはバイヤーさんに見られるものではないので、こちらが分かるように日本語でも大丈夫です。支払い設定位置とか、そういった感じでいいかなと思います。で、これはセットアズデフォルト、デフォルトに設定をしておきますっていうことですね。この、今作っているものが基準にしますっていうことですね。で、まずこのペイパルで支払いを受け取るっていうところにチェックを入れます。で、それから、ペイパルのアカウントの E メールっていうのをここに入れます。で、あとはですね、ここは即決で価格でしか販売してない方は、ここをチェックを入れてもいいです。注文を受けた時に、支払いも必ず決済をさせるっていうことなんですけど、ここをチェックしても OK です。で、この下はですね、特にチェックは入れないで、セーブを押していただいて大丈夫です。はい、続いてですね、このペイメントっていうのはすごい簡単なんですけど、で、続いてですね、このリターンポリシーっていうのを設定していきます。ここも、クリエイトポリシーからこのリターンっていうのを選択していきましょう。で、ここにもポリシーネームって書いてありますので、返品ですね、で、位置とかって感じで、名前を作ります。で、ここですね、まずドメスティックとインターナショナルで2つあるんですけど、ドメスティックっていうのがアメリカに対してのこのルール決めっていうことです。で、この下がアメリカ以外のルールを決めるっていうのがこのインターナショナルになります。で、基本的にですね、返品受付っていうのは到着してから14日から60日、14日、30、60って形で、返品受付期間っていうのを設定できるんですけど、基本的にはこの30日か60日を選ぶようにします。で、カテゴリーによってはその14日間でも OK っていうのはあるんですけど、基本的に eBay が推奨しているのはこの30日もしくは60日っていうことになります。で、続いてですね、このリターンシップペイバイってことなので、この返送料は誰が払うかってことです。バイヤーさん、お客さんが払うのか、それとも、このセラーですね、販売者が払うのか、どちらかっていう選ぶことになります。で、ここはですね、結局これバイヤーさんにしてた場合でも、その返送料払ってくれって言われたら、結局その払うしかない状況になってくると思うんですよね。
なので、まあ、ここはセラーにしといた方が、SEO 上は、有利だというふうに言われています。なので、ここはですね、30日か60日、そして、セラー、返品の送料ですね、は、セラーが負担するっていうことです。こちらの設定で、今回はやっていきたいと思います。で、あとは返品交換もですね、交換も受け付けますというところにチェックを入れておくといいと思います。で、インターナショナルの方も同じような設定でいいかと思います。で、もしここの部分がですね、気になるようであれば、このポリシーっていうのを2つ作ることができるので、例えば、バイヤー負担とかっていうので1個作って、で、あとは、セラー負担っていうので、こう1個作ってですね、それぞれこうポリシーっていうのをいくつか準備することができるので2つ作っといて、まあ、商品に合わせてこのポリシーっていうのをこう切り替えるっていうところですね。出品の際にこのポリシーをセラー負担にするのか、バイヤー負担にするのか選ぶっていうことも一応できるようになってます。はい、一応ここはですね、こんな感じで、この返品についてのポリシールールっていうのをこうやって決めていきます。はい、で、まあ、さっき終わったらですねセーブっていうところを押してください。で、一応ここではですね、この2つお伝えしました。ビジネスポリシーの、ペイメント支払いとあとは返品についてお伝えさせてもらいました。で、続いての動画で、この送料の設定についてお伝えしていきたいと思います。 Thank you.